こんにちは、池田真子です。はい、今回は2022年下半期にセリアとキャンドゥで買ってよかったベスト10を紹介していきます。今回はね、もう本当に買わないと損なレベルで買ってよかったし、おすすめしたいアイテムばっかりです。ダイソー編に続いて今回も日々のストレスが解消されたり楽できるようなアイテムばっかりなので、ぜひお買い物の参考にしてください。では第10位、こちらセリアのスペースアダプターの縦型と横型です。これはプラグの向きを変えることができるアイテムです。はい、こちらの縦型はコードの飛び出しを解消できて、曲がって断線するような心配も防げます。でこちらの横型の方は大きいアダプターが邪魔になるのを防げるので、コンセントをたくさん使えるようになります。でこの側面にくぼみがあるので、これ抜く時もつまみやすくなっています。セリアのものは見た目がシンプルですっきりしています。第9位はこちら、セリアのスリムクリップです。これ各4本入りになっています。こんな感じでね、16センチまでと11センチまで対応しているクリップがあります。こちらのクリップは普通のクリップよりも半分ぐらいの細さになっているのが特徴です。パスタやそうめんの袋とか冷凍食品とか特にそうなんですけど、一度袋を開けると次止めるときに、ね、ギリギリまでパンパンに詰まってて、なかなか締めにくかったりしますよね。そういう時にこのスリムクリップだったらストレスなく挟めるんですよ。もう本当にシンプルで無地なクリップになっていて、ここもねしっかりカチッと止まるので、勝手に開いてくることもないです。もうこれからクリップ買うっていう方はね、ぜひこのスリムクリップ選んでください。第8位はこちら、セリアの凄腕くん油垢汚れが落ちるバス用スポンジです。これはね、水だけで油垢汚れが落ちるバススポンジです。はい、中はね2層になっていて、このソフト面っていうのはウレタンスポンジで浴槽洗いに使えて、反対側のこのハード面、こちらはアクリル繊維とメラミン樹脂加工になっていて、水洗金具洗いに使えます。これ2way なので、お風呂掃除の時にいろんなところまとめて洗えるし、あのバーとかねポールとかもこれで磨くと、もう本当に水の弾きが全然変わります。でこのままねタオルバーにかけておくこともできるのも便利でおすすめです。第7位はこちら、セリアのチューブホルダー2個入りです。こちらはこのチューブの上の部分にそのまましっかりと挿して、はい、こんな感じで挟むことで、このままバーにかけて収納できるようになります。これは浮かせて収納できることで、そこのぬめりとかも気にならなくなるし、もうねちょっと横着なんですけど、このまま開けてそのまま出して使うっていうこともできます。洗顔や日焼け止め、ハンドクリーム、歯磨き粉とかね、チューブタイプだったらいろいろ挟めるので、お風呂や洗面所でも使えます。あと同じシリーズでボトルハンキングフックっていうのもおすすめで、私は揃えて使っています。ステンレスタイプのものだとバーにかけた時のあの音がねちょっと苦手だったんですけど、こちらはそういう音も気にならずに使えるのでおすすめです。第6位こちら、セリアのマグネットボディタオルハンガーです。耐荷重約 100g です。こちらはこんな感じでバーがついていて、裏がねマグネットになっているので、吸盤が取り付けできないようなザラザラ面にも使えます。
タオルとか小籠のハンガーをかけられるようなものなんですけど、魔法のテープとかでしっかり固定しちゃうと結構重たいものでもかけられます。あとセリアにこういうマグネットプレートも売っているので、まあ、マグネットが対応しない場所でもこういうのと組み合わせて使うこともできます。キッチンでボトルをかけたりとか、トレイも立てかけられたり、向きを変えながらね、いろんな活用ができるのでおすすめです。第5位はこちら、セリアの油汚れ落としクロスです。10枚入りになっています。これは水だけで油汚れが落ちる便利グッズです。これはねもう気持ちいいぐらい汚れが落ちるんで、ぜひ試してほしいです。中は薄いクロスになっていて、このね繊維に付着された微粒子ゴムの摩擦力によって汚れを吸着させて、本当にもう水だけで簡単に油汚れが落ちます。で、使える場所はレンジ、オーブン、換気扇などの油汚れだったりとか、ステンレスやプラスチックなどの食器の汚れにも使えます。あとはテープ跡や手垢汚れにも使えます。本当に幅広いお掃除に使えて、油汚れとかもねこういう風に落とすと、あのコンロ周りがねもうキュッキュッてなるんですよ。しっかりとねこの繊維が汚れをかき取ってくれるし、強い洗剤を使って変色させてしまったり手が荒れる心配もないし、と傷つくこともなく、こちらの繊維がね汚れをかき取ってくれるので安心して使えます。あとこんな感じで日々のお掃除用にカットして使うのもおすすめです。これは本当にねお掃除が楽しくなるので、これからお掃除するっていう方はねもうぜひ買ってください。第4位はこちら、キャンドゥのドアラクです。これはねもう貼るだけでドアノブを回さずに開け閉めできる便利グッズです。もうねこれは名品ですよ。両手でね重い荷物を持って帰る時とか、洗濯物とかをたくさん持ってる時とかにドアを開けるってすごい大変ですよね。でもそれがこれはもう体でねちょっとポンとドアを押すだけで開けられるようになるんですよ。でドアもねまたしっかり戻せば閉じてくれるので、普段通りに使うこともできます。お家に押して使うタイプのドアがある方はね、もうぜひつけてみてほしいです。はい、第3位はこちら、セリアの浮かせて収納コードバンド2個入りです。耐荷重は約 300g です。こちらは名前の通りコードを浮かせる収納ができるもので、裏がね粘着テープ付きなので、このまま家電などに貼って下のマジックテープで留めて使えます。コード収納もいろんなタイプが販売されていると思うんですけど、こちらはコードを自分好みにくるくるっと巻いてかけてピタッて貼って終わりなので、もうズボラさんこそぜひ使ってほしいです。第2位はこちら、キャンドゥのセンサーライトです。これはね500円商品になります。あと単4電池4本が別売りで必要です。ちょっとねこれは100円商品ではないんですけど、普通のセンサーライトを買うよりも電池入れて600円ぐらいで使えるって思うとお得ですよね。でね、センサーライトはもう1回使うとこんなに便利なんかって思うぐらい便利です。例えば玄関に置いておくと、帰ってきてドアを開けたらもうパッて電気がつくので、あれ電気のボタンどこだろうってね暗闇の中探す必要がなくなります。
点灯時間も約18秒で、電気をつけたり消したりする手間も省けるので、廊下や階段、あと寝室とかにあっても便利だと思います。で、買ってから約半年毎日使っているんですけど、電池を変えることなく今も使えています。ぜひね、使ってみてください。はい、最後1位はね、しっかり100円商品なので安心してください。第1位はこちらです。セリアの水切りカゴにかけられるスクレーパーです。これはもうとりあえず買ってほしいアイテムです。スクレーパーってね、予洗いに便利なものだと思うんですけど、こちらはこんな感じでね、フック付きになっているので、水切りカゴとかバーにそのままかけて浮かせて収納できます。で、これ何より便利なのが、いつきになっているので、手も汚れにくいし、ね、力も入れやすいんですよ。あと、ここ結構固めにもなっているので、なんか変にね、柔らかすぎてグネグネすることもないし、しっかりとこびりついたものを剥がすことができます。ちょっとね、これカレーの予洗いしてから色が変わっちゃったんですけど、もともとは綺麗に真っ白です。あとは、ここカーブになっていたり、ここも使えるので、フライパンの側面にもね、フィットするんですよ。なので、もうこういう風に力を入れて落として、そのままぐるっとね、横の部分も汚れが落とせるので、めちゃくちゃ使いやすいです。なんか本当にちょっとこう、あ、グネグネするなとか、この角のとこ取れないなとかいうね、小さいストレスが解消されるだけで、どんだけ日々の生活が楽になるのかっていうのを、なんかこちらを使ってからね、すごく感じさせられるような商品でした。はい、ということで今回は2020年下半期セリアとキャンドゥで買ってよかったベスト10を紹介しました。皆さんのお気に入り商品や気になったものはありましたか？もうどれも本当に自信を持っておすすめできるアイテムなので、ぜひね、皆さんの生活にも取り入れていただいて、日々の生活が楽になったらいいなと思います。ダイソー編はね、概要欄の方にも書いておくので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。